はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちら、シャオミのポコ M5 となります。よっしゃーよいしょーということでですね、よいしょとか言ってますが、実はこれ結構前に購入してて、買ったことを忘れてたんですね。というので、円安が騒がれ始めた頃に買った感じがしますね。思いのほか高かったんです。購入した時の価格が23,260円で購入という状況になっております。まあ、なかなか安いんじゃないかなとは思うんですが、現在は中国の11月11日のセール2万円ちょっとで売り出されていると。格安スマホもいいとこかなというところにはなりますので、一応まあレビューの方をねしていこうかなというふうに思います。じゃあこちらのスペックなんですが、こちらですね、 SoC の方がメディアテックのヘリオ G99 っていうのが搭載されてます。ヘリオのね P60 でもやたら見てきたなとは思いますが、このヘリオ G99、 これがどれぐらいのパワーなんかねちょっと不明だなとは思います。そして MIUI が13、 Android 12をベースとしています。そしてこちらの方がねやっぱりだいぶしょぼいんですが、メモリが 4GB、 ロムが 64GB となっています。ここでまあだいぶね値段が安く抑えられてる感じ。まあいろいろチョイスできるんですが、一番安いのを購入しています。2ナノ SIM カードが入る。バッテリーの方は5000ミリアンペアアワーに対応しています。かなりバッテリーの持ちがいいっていうのはですね、有効に使える一つの大きなポイントじゃないかなというふうに思いますね。ただ急速充電には対応してなくて 18W までというふうになっています。そして画面の方がフル HD 6.58 インチです。 90Hz のフレッシュレートというふうになっていますね。はい、そしてカメラ、こちら僕一番気になるところですが、カメラの方が5000万画素のメインのカメラ、それに対して200万画素 AI 対応となっています。カメラの方もね少しスペックが控えめという状況になっています。写りがどうかなというのが一番気になるところですけどね。はい、そしてフロントの方が500万画素の水滴ノッチ型、懐かしいですね、水滴ノッチ型ってね、このような仕様となっています。一応参考までにね、今僕がメインで使っているシャオミの X4GT、 これはねかなりのハイスペックスマホにはなるんですが、こちらとの比較を載せてますと。じゃあ早速開封してみて、電源入れて使い心地確認をしてみたいなと思いますね。はい、というので内容物こんな形ですね。本体やっぱりね新しいのかっこいいんですが、ちょっとこれかっこよくないですか。格安スマホに見えないぐらい高級感あふれる革仕様、まあ、僕が騙されてるだけかもしれませんが、これかなりかっこいいぞ。かなり気に入っちゃったんですけどね、指紋にも強いしね、いい感じじゃないかなというふうに思いますね。で薄さもしっかり薄いですし、カメラの出っ張り、まあ、これも少し出てますがあまり気にならない仕様になってますね。かなり大人なスマホ、そんな感じを醸し出しています。はい、そしてこちら透明ケースも毎度のことだからきちっと付属しています。はい、ではね早速入れておこうかなと思いますね。電源、2本のコンセントに合わせた変換ケーブルもついておりまして、まあ、これつけるとかなりごっついんですが、一応はきちっとついてるという状況です。はい、そして USB Type-C のケーブル、説明書という状況になってます。当然これグローバル版になりますのでね、日本語には対応はしておりません。こちらも同等ですね。はい、ではね、内容物は非常にシンプルでいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということでですね、無事に設定の方が完了いたしました。よっしゃやったーってので、実はめっちゃ時間かかったんです。これね最初立ち上げたらめちゃくちゃ調子悪くて動きめっちゃ悪かったんですね。アンツツベンチマークインストールする段階でもう何度もクラッシュしてどうなのかなと思ってたんですが、システムアップデーターでシステムアップデートすると全く問題なく動くようになりました。思わぬハプニングって感じですね。動きも全く問題ない感じです。
こういう風にねアプリが全部出ちゃってるのがちょっと気に入らないですが、シャオミ使ってる人は全然問題なく違和感なく使えるんじゃないかなと思います。というので指紋認証も全く問題なく非常に素早い動きをしてくれてるという状況ですね。こちらの SOC ヘリオ G99、 こちらのパワーがねどれぐらいなのかっていうのもちょっと試してみようかなと思いまして、アンツツベンチマーク、そしてギークベンチ5、こちらインストールしてるので見ていきたいなと思います。ちょっとやってみよう、いくぞ、アンツツベンチマークカモン。はい、というのでアンツツベンチマークバージョンが 9.5.2 っていうのが最新バージョンみたいですね。ただ 3D ライトベンチマークみたいなのがインストールされてるので正確な比較できないんじゃないかなとまた思っちゃうんですが、一応その点を踏まえてですねベンチマーク取ってみようかなと思います。やってみるぞ、いくぞ、テスト開始じゃ。はい、ということでですねベンチマーク取り終えましたので順に見ていきたいなと思います。まずはこちら、アンツツベンチマークの結果、なんと316,896、よっしゃはい、よっしゃー、ということで思ったより数値が良かったですね。順番に見ていくと CPU 102,885、 GPU が 58,862 となってるんですが、ライトでの計測なので、まあ、実際問題どうなのかなというところは感じてます。メモリーが 71,637、そして UX ローが 13,512 となっています。まあ、30万点台ということになってますので、スペック的に言うとねちょうどミドル、ど真ん中あたりのスペックじゃないかなというふうに感じられますね。十分普段使いで使えるパワーなんじゃないかなというふうに感じています。ちなみにこちらですね、こちらが POCO X4 GT、 こちらの方の結果となっています。まあね、ハイエンドなんでね数値が高高くて当たり前と、ディメンシティの8100が乗っかってる形になります。桁違いな数字という風になってる状況ですね。あまり比較対象に向かないかなとは思います。はい、そしてこちら、こちらがですねまだ僕現役で使ってるんですが、シャオミのミノート10の結果となります。だいたいこれと同じぐらいの数値という状況ですね。321,708点となっています。 GPU が 88,297、メモリの方は POCO M5 の方がいい数値になってますが 47,174、 現状でもねミーノート10バリバリ使えている状況ですので、引けを取らないパワーが十分こちらにあると表明できるかなというふうに思いますね。はい、というのでこちらの方がギークベンチ5の結果の方となります。まずはシングルコアスコアの方が523、マルチコアスコアの方が1760となっています。比べてみるとこんな感じですね。先ほど比較したシャオミのミーノート10、これなんかと比べると約100ポイントアップと、同じようなスナップドラゴン 732G よりも若干ですがいい数字が出てきてますので、ミドルレンジクラスのねスマホとしては十分な CPU パワーっていうのが備わってるっていうのが証明される数字じゃないかなというふうに思いますね。このヘリオ G99、 これなかなかすごいなというのが率直な感想となりますね。はい、そしてこちらの方が Geekbench 5に付属している OpenCL スコアとなります。数値の方が1477、比べてみるとこんな感じですね。やはりスナップドラゴンの 730G、 そして 732G よりもいい数値が出てきていると。ディメンシティの810にちょっと届かなかったってのがねちょっと残念かなというふうに思うんですが、十分な GPU パワーなんじゃないかなというふうに思いますね。グリグリとゲームをするというのにはちょっと力不足というのが否めないかなと思いますが、まあ、スマホとして十分なパワーが備わってるっていう証明になるかなと思いますね。はい、ということでいろいろ見てまいりましたが、 SOC、CPU のパワー、GPU のパワーというのはこれ申し分ない感じですね。これで2万円台、現段階で2万円で買えるっていう状況ですからね、かなり格安スマホとしてパワフルな方じゃないかなというふうに正直に感じます。で、やっぱり僕気になるのは写真なので、カメラでねちょっと価格抑えられてるっていう感じもしますので、一度カメラで撮ってみて見比べてみたいなというふうに思います。ちょっとやってきます。
はい、というのでね、写真撮ってきたので順番に見ていきたいなと思います。はい、というのでまずはですね、いつも撮っている場所、古墳の写真となります。一番左側がシャオミのミーノート10、一番ねカメラ性能が高いので一番左側に持ってきました。真ん中がポコ X4GT、 こちらもハイエンドなんですが、まあ色味が違いますよね。一番右側が今回のポコ M4 となっています。まあ、ざっと見ただけでもね、3つとも綺麗は綺麗なんですが、色味がね、真ん中のポコ X4GT なんかちょっと変な色やねという状況ですね。自然な色合いはシャオミのミーノート10とポコ M5 ではないかなというふうに思いますね。風景画を撮る分については大差ないように見えますね。はい、そしてこちらの方がアップにした写真となります。一番左側がミーノート10、かなり綺麗に撮れている、細部までしっかり映り込んでいるかなというふうに思いますね。ただちょっと木々の葉っぱの部分がしっかり見えてますが、ベタっとしてる感じですね。真ん中ポコ X4GT の方はちょっと色味が青いっていうのもあるんですが、きっちり映ってるんですけどね、なんかもやっとしてる部分が目立つような形。一番右側のポコ M5、こちらもしっかり撮れてるんですが、他の2つに比べてやっぱり5000万画素というところもあってですかね、ぼやけてしまってる、にじんでしまってるような雰囲気がありますね。このような違いが出てきました。はい、お次がですね、花の写真、バラの花の写真を撮ってみました。やはりシャオミのミーノート10、一番左側はね、かなり自然な色合いに撮れているように感じますね。真ん中と一番右側の M5 なんかもちょっと色味がコントラストの差が激しいというかね、濃いめに映っちゃったなというところがありますが、美しく撮れている方ではないかなというふうに思いますね。全く問題ない写真のレベルではないかなと思いますね。はい、そしてこちらがですね、ポートレート機能、背景ぼかしの機能についてですね、比べてみると3つともまあいずれもシャオミの商品ということもあって、背景ぼかしうまくできてるんじゃないかなと思いますね。一番右側の M5 についてはもっとぼかし変になるかなと思ってたんですが、自然な形でぼかしが効いています。こんだけね、格安のスマホでここまで写真が綺麗に撮れるっていうのはなかなかすごいことじゃないかなというふうに思いますね。若干コントラストがきついような、そんなイメージがありますが、十分に使える写真のレベルなんじゃないかなというふうに感じますね。はい、そしてお次がですね、暗いところでの写真です。一番左側ミーノート10、やっぱり明るいです。真ん中 X4GT、 やっぱりちょっと暗めだなーっていう感じですね。一番右側、かなり検討してるんじゃないですか、明るめに処理されている今回のポコ M5 です。撮った時はね、ちょっとダメかなと思う色合いだったんですが、十分比べてみると綺麗に撮れている方じゃないかなと思いますね。暗いところの撮影もそこそこ撮れそうです。はい、お次はですね、暗いところの写真をアップにしてみました。大きな違いが出るかなと思ってたんですが、思いのほか綺麗にいつとも撮れてますね。やっぱりミーノート10はかなり細かい部分まで再現できてますが、真ん中 X4GT、 つぶつぶ感が出てきてます。一番右側の M5 もちょっとべちゃっとしてるのと、つぶつぶ感が出てきてるというので、そういう違いがありますが、相当暗いところで撮ってるので、これだけ再現できるっていうのはかなりレベル高い状況ではないかなと思いますよね。もっとダメかなと思ってたんですが、かなり綺麗に撮れてるんじゃないでしょうか。はい、最後にですね、人物画です。自分自身を撮ってるんですが、髪の毛なんか変ですね、パイナップルみたいになってますが、一応ねちょっと見比べるために用意させてもらいました。一番左側はミーノート10、これかなり綺麗に撮れます。普通よりも若干白目に映るっていうことなんですが、全体的に綺麗に映るので今でも愛用してます。真ん中 X4GT、 これちょっと気に入らないのがね、赤っぽく映るんですよね。今回もかなり赤っぽく映ってしまっています。一番右側が今回の M5、 かなり自然な色合い、かなりいいんじゃないですかね。人物画を撮るのにも自然な色合いで撮れてるんじゃないかなと正直感じてますね。これなかなかいいレベルじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということでね、いろいろ見てまいりましたが、
カメラ機能もそこそこのパワーですね。スペック自体はね、5000万画素と200万画素、200万画素っていうことなので、ね、大したことないかなと思ってたんですが、なかなか綺麗に撮れています。普通に使う分でこのレベルで扱えるんだったら、まあ、2万円ちょっと十分にコスパがいいスマホなんじゃないかなというふうに感じますね。というのでシャオミばっかり買ってますが、シャオミがとにかくコスパがいいっていうのが一番の理由なんですけども、今回のこのポコ M5 十分に選択肢として入ってくるなというふうに感じました。ただね、残念なのが 4G までしか対応してない点ですね。まあ、日本では多分発売されないんじゃないかなとは思いますが、まあ、名前も変わってるかもしれませんけどね、こういったハイレベルな品質のねスマホがどんどん出てきてくれればなというふうに思いました。今回良かったなと思いますね。はい、というので今日はどうもありがとうございました。